逆一寸法師。昔そこには老若男女が住んでいます。祖父と祖母は子供がいないので神に祈りました。神様、爪のような小さな子供でもいいです、子供をください。ある日驚いたことに、彼らは小さな子供を与えられました。彼らはすぐに子供をスターワンインチと名付け、二人とも金持ちになった。ある日スターワンインチは祖母と祖母にそれを話しました。赤ちゃん、おば、赤ちゃん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 、男の子、男の子、男の子、私は何をすべきか。ナイフ、親指、歯ブラシ、ナイフ。私の祖母はオールを川に浮かべ、スターワンインチのために船を建てました。見て、この木を真似て、見て、この木を2倍にして、はい、行きましょう。ラックスは首都に行きました。町に到着した時、一色は町で最高の家を求めました。木のも木にも。それは誰ですか？誰にも分かりません。私はあなたの足元にいます。はい、男の子。そして1インチの星が王女の守護者になった。ある日、アイシャは姫とお寺に行きました。そして帰り道で悪魔が2人現れた。ああ、彼女はいい女だ、乗り越えろ。ビートルズにはパワーがあり、彼らはそれを出そうとしています。カーリー、探検を引いた時、彼は悪魔に飛びついた。ゼロ万力、バグのような男、こうします。悪魔はフフホトゥーの一次元の作曲家によって鎮圧されますが、その全部がパクリと丸のみである。悪魔の腹は黒い。ある愛者が剣で針を刺し、彼を胃に刺しました。ねえ、痛い。彼はゆっくりとバイクに降り、警備員を解雇した。はい、今すぐ破るよ。ある悪魔が言ったように、1インチの星、今悪魔の目に飛び込んでくるのでびっくり。はい、助けてください。別の外国人が叫び走りました。みんな泣いた。ハニー、ここに来ないで。ファイブ、このお姫様は何ですか？去った後、悪魔が現れました。チュー、それは今日の剣です。あなたは何でも撃つことができます。生ゴミは女王様に挑発されました。まるで背中が伸ばされたように、戻ってきて、戻ってきなさいと言いなさい。王女は幸せで小さな剣を持っています。出て行け。小麦粉を加えると、目撃者の背景は明るくなり、彼はもはや他の誰のようにも生きていけませんでした。そして一次元の主は王女と結婚し、素晴らしい仕事をし、そして非常に活発でした。角に使い古した。